はい、どうも白石秀留です。はい、朝からプロテイン、現在、土曜日のですね、10月28日土曜日の8時半でございます。はい、1ヶ月でマイナス5キロ達成しました。何キロまで落とせるかな。タンパク質タンパク質絶賛で、ね、追いザスト中でございます。本当ね、1回見とは違うこう楽しみ方、深みというのがありまして、まあね、本当前回ね、ソータとレオビファーストメンバー出てきましたが、やっぱりね、こう挑む力、そしてこう実らなかった今までのそのレオとかね、アーティスト人生がうまくいかなかったっていうのをこのザストにぶつけているこの眼差しとかね、でもやっぱりこう表情筋が使えているとことか、元々のポテンシャルがレオ高いなっていうのと、あとソータのやっぱりこの眼差しがね、挑んでいく眼差しがこう意志の強さ、そしてこうダンスの世界からこうね、ダンスボーカルグループへのこのトライというね、決意が現れてるこの眼差し、分けてたまるかやってやるぞというね、やっぱ僕初期衝動とか反骨精神とかそういうロックの世界に生きてきたので、やっぱそういう表情がやっぱすごく好きなんですね。だから当時の彼たちのね、表情がこう残されていて、また追いザストできるというのが醍醐味じゃないかなと思っております。というわけで前置きはもういいってこと、シャープ2の2二次審査名古屋大阪編見ていきたいと思います。せーの、ポチリンコ。才能のある若い子たちがたくさんいるのは世界に誇れる日本の財産だと思うので、それをしっかりと発掘して世界で活躍するボーイズグループを作りたいと思います。愛知、彼が出てくるね。あら、僕の将来の夢はみんなを元気にさせてステージ上で輝けるアーティストになることです。このオーディションに人生かけて全てをかけてやっていきたいと思います。よろしくお願いします。16歳。よし、あとはそろそろもう目星ができてきたんでね、通過者の、そういう意味ではシビアに見ないといけないから、基準値ができてるってことだな。正しくはこうあるべきだ、お前には無理と言われてきた、正しさは味方ができた、今となっては興味もねえわ。あら、マジで、なんこのかっこいい人と思ったもんな。普段は俳優として活動させてもらっています。もうこの頃も髪型好きだな、今もいいけどね、はい、細い。おはようございます。こんにちは。こんにちは、宮村亮希です。よろしくお願いします。俳優さんやってる中で、はい、本当BMSG っていうのは立ち上がったばかりの会社だし、はい、このボーイズグループのオーディションを受けようと思ってくれたその経緯だったりきっかけだったり、はい、よかったら聞かせてもらえると嬉しいです。はい、僕の根本としての、エンターテインメントの目標として、歌とダンス、あと役者としての演技も、全て世界のトップに通用するような表現者でありたいなと。本当、この人がビファーストに入ってくれたおかげでエッジがついたよね。やっぱこう表現力がすごいね。
ても再配こう見ると本当今めちゃくちゃ化けてるよね。この時もすごいんだけど、もう今の陽気やばいんだなと思うね。でもやっぱこの顔の表情よ。キレはやっぱあるんだな昔から。なんか日高さんの目線がグッときてる、ね、特にダンスの部分は抜け落ちてる基礎の部分とかがあるかもしれないなと思いました、うん、はい、ものすごい難しいムーブとか音ハメとかをバッチリかっこよく決めているのに、その直後のあの緩いムーブとかがあのグルーブがキャッチしきれなかったりするところがあるので、それはすごくもったいないし、その本当に基本的なグルーブのキャッチっていうのができたら多分それだけでもう一気に良くなる気がします。そういった意味で伸びしろがたくさん見れるのは本当に面白いです。あの世界のトップっていう非常に大きな目標を掲げてやってきてくれたけど、あの僕にもハッタリには聞こえなかったです。あの本当に目指したいなと思いましたし、ありがとうございます。自分の足りないところみたいなのをすぐやっぱりこう見ていただけたから、すごく信頼ができる方なのかなってすごく心から思いましたし、ぜひずっと見てもらいたいなと思ったので次も頑張りたいと思います。あら、かわいい。もちろんですが、自分の目線をいかに出し切れるかが今の、メンズユニットとしての目標でもあると思うので、そっちの方を意識していきたいと思っています。うわー、よろしくお願いします。はい、龍平君はあれだね、大人っぽいとか言われますか？言われますね、結構。身長も結構高くて、まだ中学2年生なんですけど、うんうん、身長が180近くあって、小さい頃から割とな言われたりとかはありますね。うん、あ、衝撃だったな。このまとってる雰囲気がいい。喋り方とかもすごいしっかりしてるものね。まあ、おとなしいっていうか、あんま積極的には喋らないタイプなので、自然とそうなってると思います。はい、お願いします。めちゃくちゃ通るじゃん声が。はい、行きます。倍音がね。はい、じゃあ音お願いします。これやばかった、このテイク。中2だよ。さあ羽伸ばしてここから、囚われてばっかだったから、行き詰まった喜びで話す。めっちゃ技術が細かい。心軽くしてこれから自由に歩いてみたいなら、すれ違った人だって過去だって怖くない。みんな先が見えない夜道を先に言わして、やれるだけやってあとは任して、自由になるわ、泣くらいじゃったら笑ったるわ。うわ、すごい、素晴らしい。ありがとうございました。すげえ、ありがとうございます。ありがとうございました。
すごい才能を持ってる子ですね。ありがとうございます。ものすごいビシビシと伝わりました。本当歌とかももう設計図を書いている感じだよね、うん、ここはなんかエッジ立たせて歌ったら刺さるんじゃないかなとか、ここ聞かせてやろうみたいなのを、すごいそれが見えたのは すごい素敵なこと、正しいことだと思うし、才能の輝かせ方としてバッチリだと思います。ありがとうございます。ぜひまたお話しさせてください。またお会いしましょう。技術が細かい。ありがとうございます。こんなことできない。抑揚も素晴らしいし、こうハイキーのとこにグッと逆にこう重心下げるとかね、すごい。やべ、才能を見つけてしまった。才能を見つけてしまった。わあ、精一杯の力で、オーディションに挑みたいと思います。モンスターボイス衝撃だったね。感電。俊斗くんは今回このオーディション応募してくれることになった、そのきっかけとか理由とかどういうものがあるんですか？このオーディションの映像を 見させていただいたときに、これは確実にかっこいいものになるなと思って。あ、この映画で僕自身すごくかっこいいものが大好きで、ぜひ、僕もこのグループで活躍したいなと思って応募させていただきました。ありがとうございます。いいっすね、かっこいいものが好きっていう言葉はシンプルだけどなんか強いね、うん、肌も綺麗。僕もかっこいいものが好きです。今日はパフォーマンス見れるの楽しみにしてます。よろしくお願いします。お願いします。この時の俊斗もバケモンよ。はい、じゃあ音お願いします。お願いします。レベル高えな。あ、いいじゃん。待って虚しくて困っちゃった。ワンワンワン、失ったつもりもないが何か足りない気分、ちょっと変にハイになってふかし込んだよ。リシャ今日だよ、どうかしよう、もう何も考えないよ。魅了するね。マジか。道徳もどうせしない枯れた夜でも僕ら手を叩いて笑い合う。誰にも知られないよな。はい、来るで。ただ一瞬のこのきらめきを食べ尽くそう二人でくたばるまで。この音のキレ、音の終わりがいいね。最後まで丁寧。非常にかっこよかったです。ファンになりました。ありがとうございます。またすぐ会いましょう。次会えることをすぐ楽しみにしてます。言っちゃうから。よろしくお願いします。お願いします。すごい。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。すごい。うわぁ、もうこの表情泣くわ。名古屋どうした？名古屋どうして出ました。やばいね。名古屋どうして出ました、名言。名古屋どうした。もう一層あいつになれたなら、そんな言葉かり。 Anytime anything 仕組がなくて、イントロコンも上手だよね。誰かと比べて焦って、今ここで踏み出さなきゃ変わらない。ハイキーがちょっとあれか。遠くに出なくなる命、よりドラマで泣く方が気持ちいい。涙を流しどこまで決められるレール、感情のバケセール。あなたにまた私を出ました。 I don't know why but I'm falling in love with you。 いい声。それだけじゃまだダメ。お、出ました。半袖姿。緊張しすぎてもう半袖なんですけど、寒いかどうかも今分からなくなってきて、
るんですけど、音楽は楽しいものなので一生懸命楽しんで頑張りたいと思います。レイちゃん衝撃だったな。レイコくんよろしくお願いします。よろしくお願いします。歌とダンスとラップみたいなのは未経験なんですね。未経験です。その中でこのオーディションを受けようと思ってくれた理由とか動機とか教えてくれたら嬉しいです。はい、僕は歌もダンスも習ったことはないんですけど、その人のダンス人の歌を聴くことが好きで、そこから始まって自分もやってみたいって気持ちになったので応募しました。うん、ありがとうございます。はい、今日はパフォーマンス見せてもらえるの楽しみなので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。声出してもいいよ。うん、大丈夫。はい、じゃあ音お願いします。ありがとう、ありがとう。疲れた。はい、めっちゃ緊張しました。あ、そうだよね。いや、すごい素敵なパフォーマンスでした。ありがとう。ありがとうございます。門沢くん、5カ国語が喋れるんですか？はい。何語ですか？日本語はもちろんなんですけど、英語とスペイン語とポルトガル語とフィリピンの公用語のタガログ語が話せます。すごいね。ありがとうございます。世界中大体の人とコミュニケーション取れるもんね、そうしたら。そうですね。あとチャイニーズがあったらなおさらか。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。以上となります。はい、走ってる。どうでした？今までない以上に緊張したので、もううまくやれてるかどうかとかはもう頭になくて、もうその見られてるから、こうアーティストになったこう気分になって頑張ってやれたと思うので、次もまたスカイハイさんとお会いできるといいと思います。何なんだろう、レイちゃんの歌は。 T シャツの寒さは今どんな感じですか？もうやっと本当は寒いんだって気づけて、汗が冷えてきて、上着早く着てください。ダンスもあっこから伸びたんだから、すごいよね。今やっと
取り上げ何年で今までのあの今のスキルになったんだ。すごいよね、努力が。来いよ名古屋、すごいよ、もう溺れるよ俺溺れる。いや今日は本当に良かったな。ただってことはだからシビアなタイミングがこうどんどん近づいてるってことでもあるんで、やべえっすよ。いや、やばい、いや才能が渋滞してたいやちょっとだから混戦だな。もう毎回泣いてる気がすんな俺。やらせじゃねえから。自分の魅力を発揮できると思うとワクワクしてます。どんなところを見てもらいたいとかいうのあります？と表情とかを特に見てほしいなと思います。僕にしかできない表情っていうのを今回練習たくさんして作ってきたので見てほしいです。はい、じゃあ音をお願いします。皆さんこの曲すごいな、やっぱ歌詞がぐんぐん入ってくるんだな。素晴らしいパフォーマンスですね。ありがとうございます。ありがとうございます。決してダンス歴長くないんですよね、今見たら。そうですね、去年の2020年の7月からレッスンを受けてます。半年すごいね。どうもです、お疲れ様です。とりあえずはね、まだまだ終わってないですよ。でもその日その日のオーディションをうまく行かせれれば OK っていう感じじゃないっすね。いやもうなんか、あでもあれですね、あのその合格者じゃない子を決めなきゃということ以上に、まああのもう やっと会えるんでね、そっちを楽しみにする気持ちの方が今は強いっすね。やりますよ。はい、はい、ではお願いします。お願いします。多分涼星くん体が出来上がって、あの第二次成長終わってからろくにダンスレッスン行ってないですね。子供の頃ちゃんとダンスやってて、なんかそういうのそういうの嫌だなってなって、あのでしょうよ。子によっては早く世の中に出ることがプラスじゃない子もやっぱいるから。まあ今回は特にクオリティに注視して選んでいるから、単純に
誰が見ても分かるレベルで才能のある子はやっぱり いるっていうのが判明したっすね。本当にね、埋もれた可能性が高い子たちがこんなにいたんだよね。それをこうまず出会えたっていうのはまずとりあえず最低限まず良かった。もう間もなく開花が近い人もいれば、本当に原石っていう状態の子もいるのがすごい面白いし興味深いところだったんですけど、彼らがこう人生をかけて臨んでくれていることに対して、まあ正面から向き合わないといけないという覚悟を決めているつもりではあるけれど、ここからは直接会った子たちを合格させたり落選させたり、ついにそれをやっていかないといけないという意味では、すごく改めて覚悟と責任を感じさせられました。ああ、そうか。ザ・ファースト本編、シャブ 2-2 二次審査、名古屋&大阪でございました。ちょっとずっとピントが合ってなかったかもしれないけども。いやー、名古屋同士は出ましたね。竜兵のやっぱこう、音の入り口からお尻まで、素晴らしい技術が、その中での抑揚感、そして身にまとってるオーラ。14歳じゃないですね。でシュントもやっぱミラクルモンスターボイスでこうなんだ空間を魅了させる能力がもう最初から半端ないね。もう鳥肌がずっと立ってたし、やっぱ涼希はやっぱこうカリスマ性じゃないけどこう表現力っていう意味ではやっぱかっこいいって出てきた時から思ったしね。レイちゃんはやっぱ涙出るね。名古屋どうした名言ですね、確かに。まあやっぱスカイハイさんのこう言葉一つ一つが深みが多いザストってあるね。今見るザストだからこそこう今どうなっているか、彼たちがこの30人の中の半数がもうデビュー、あとはデビューに向けて動いているわけですから、ちゃんとこうスカイハイさんケツも持ってるというか、才能を埋もらさないという覚悟を持ってこのザストをやっていたんだなと。そしてこの後にミッションミッションが続いていくけども、本当にこう決意というか、だってこうオーディションする側、しかも顔でやってると落選した人の気持ちも背負わないといけないわけですからね。すごく立場的にはね、偉い立場というよりかはシビアな立場だと僕は思います。日高さんの性格も考えるとね。いやオイザストは本当に深いっすね。はい、というわけでシャープ 2-2 二次審査見ていきました。どんどん見ていきたいと思います。